どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、中津市八面山周辺探索編2、今回が第2回目です。前回、1年半ぶりに、八面山周辺を走ることにした TF 団。ゴールデンウィーク前のため、のんびり走れるルートを選択しました。近場ということもあり、早速ふもと付近に到着した2人。林道っぽい雰囲気を楽しみつつ、山を登っていきます。果たして今回も、怪我なく無事に終えることができるのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。そこも林道の名前あったね。あ、そう。居残し線とか。まあ、あんたに行き止まりやった。おー、爽やかな森林の風景。金属のハンモッカーやな。いやー、いい。久しぶりや。もうちょっとあれよね、寒い感じや。あー、そうや。でも、涼しくてちょうどいい。ここ右や、右がダメなの。これが八面山線。ああ、そうや、ね、これがダメなの。でもなんか今解除中とかなんか入って良さげな雰囲気になってます。まあ。今日はここをぐるっと。もうつけて心出したろくなこと。あれ？砂利？いや、ここえ？砂利になった。あ、いい、ここなんか崩壊、崩落かなんかしたんか。ああ、いいやん。あ、いい。ちょっと、いいよ。ちょっとオフロード楽しい。あ、これぐらいやったらちょうどいい。もう終わった。終わった。終わりかよ。ああ、ここも崩れてる。こういうとこに、大体ね、逆側に。あ、これがあれか、八面山線。あ、これやな。これや。あの、外国人はチャレンジできる。そう。あれじゃ、その手前のさっき新しめの道ないんだ。あれ、スーパー八面山線。新しく作ってくる。ああ、U8 メンタ。あれかも、お前なんかなかったそっか。まあ、いいじゃないですか。ああ、つけ目ごくんだったら。楽しみましょうよ。今日という日を。左穴あるけど、気をつけて。ああ、穴っぽい、広場。竹林。が今高かった。だいぶやばい。中岡さん。ブー。あ、話のゲーム。ああ。まだ平和やった頃。まだ平和やった頃。一巻の最初の頃。どう。中さんで。あのさっきとりあえず平平やった。いいと思う。大体平が出る。殴られて。大体殴られるか平か。あれが今なんか由来とするみたいな。いや、そう、ね、まあ、おかしいよな、たぶん。小学校に絶対あったよ、ね。あれを読むのが面白いもん。そう。続きが出るじゃねえか。あれがジャンプに連載されてたんだよ、すごい。ああいうの由来とするし、何がいい。そう、ね。そうやってなんかこうね、もう最後に2つ読む。深くねえやろ、あれ。そんなになんか。普通や。ちょっとマフィアっぽくなってしまったあの人です。パッタン。パッタン。闇石の。闇石のドンになっちゃう。最初あんなになんか普通の平民な感じだ。僕です。逆向き走るの初めて。多分初めてやん。そう。うん。いい。うわ。安定の道だ。安定してる。あの、ここ今日通行止めとかなってたから他にも行くとこがある。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ロマックス3話で3話で3話ぐらい 1.5 周稼げる。誰もおらん。ここおらんやろ。なんかこう登山じゃないけど軽くこう人来てもやだわ。ハイキング的な人がハイキングの人おるぐらいだったらバイクの方がいいわ。怖ない人おったら。いや確かに。えってなるやん。一人やったら余計怖い。ハイキングっ
意味わからんやん、方向。あやっぱこういうのどかな風景。怖いやろ。確かになんか出てきそう。しばらく走るとどっか分かれるか。はい。ここはまあ真っ直ぐ。本当は。綺麗な天使の悪魔の。はい。なんで俺たち。大丈夫見ちゃう。いや今ちょっと怖い。ちょっとひやっ。海のダイヤおしゃぶな、キスだるいくな唇だい。うわぁ、これが雲の奥が晴れとく。あーもうそろそろちょっと雲が出る季節。そうなんや、俺が林道に行けれんことある。林道の天敵。うわ、怖っ。うわー次やる。次上取るね。噂の後はかすかに光る、抱きしめ合う。ブーブーだ天使も。なんでこんな笑うの？だ天使。かっこいい。それかこれ。テゲ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 テあのドクターの帽子やろって言っておるけど、あの音がした瞬間もう立つてな。あれ多分ポイントあるけどあれでやるよ。ああそうや、あれ当てたら多分ポイントある。ロリ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 。これ違うゲーム、これ違うゲーム、これ違う大人のゲーム。うわぁ高くなってきたな、耳が厳しいよ。ああなってきた。あああいう標高は気圧の〇〇だわ。あなたこのエンジンを使い切って登る感じがいい。使い切ってない。ギアが合わねえ。前のやつ飛んでるギアが全く合わねえ。やっぱ登りや。すげえ、俺テストしこのっすよ。上げるじゃ上げれんか。俺が F の特殊で相手のリズム。まあ、じゃあいいんだな。自分のリズム。あー、すげえな。こういうとこがジムにまず一発目や。あー、まあこの辺は全然。俺見ちゃった。え？倒されてる？どういうこと？全然通行止めてないじゃん。いや、もう中津あるあるないの。逆側からは書いてないのに。ああ、確かに。この間もそうやった、自分がチャリで滑ったところ。あったな。あっこも逆側通行止めの看板出てる。こっち側出てない。中津あるあるやな、これ。そうね。後から気づく。まあ、亡くなってから気づくやん、大体人って。あ、その書いてるさ。なんかちょっと違う使い方やけど、まあまあ確かに。いなくなって気づいちゃうね。そう、もう存在の大きさに。そうそう。俺が恨まれたらお前も気づくね。そう。ああ、Tさんがいなかったら俺はもうダメだ。死んじゃおう。あと多い。お前の身元で死ね、死ね。そう、最悪。俺はこっち側で遊ぼうぜ。もうそんな面白くね、未来いらねえだろ。早くこっち来いよ。来いや。下ってきた。下りは F の本領発揮。下りか。あ、首が出ら。よし。まあまあ、俺もやっぱ相変わらずやね、この道。ああ、そう。多分そんなに車も通って いろんなものが落ちてる。そんな車も走ってないんだろうな。何それ、あれ
そんなに車も走ってねえって言うた。テレビもねえ。行くぞ。日本最初のラッパー。テレビもねえ。ラジオもねえ。走ってる。ぐるぐる。来ましたな。これもう下りってことはもう半分過ぎた。え、半分過ぎた。もう多分過ぎた。もう下り始める。もう終わり？ちょっとこれ短すぎるさ。いや全然。ちょっと左に脇道はある。ちょっとまあそっちに入るかぐらい。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。